早く早く追うんですよ、ドドリアさん。ダーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しいじゃろうな。お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。このフラッグの邪魔を知る者は死にあるもんだ。このなんじゃこいつは。悪のアメックステージ、フラッグは問わず同じ別の場所に連れてきたんだった。アメックステージは味方じゃなかったんだ。それでこいつの邪悪なパワーは何じゃ。フラッグはただのアメックステージじゃないんだ。悪の心しか持たないスーパーナメック星人だ。俺の力はまだまだこんなもんじゃないぞ。聞こえますか。今こちらに向かっています。もう少し持ちこたえてください。急いでトラックス普通じゃないわ。
命拾いしたな。なんて野郎だ。こんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことはどうでもいい。どうせ俺がまとめて片付けるんだからな。どうした、貴様の力は。ふっ、こいだ様は。サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。そしてこの俺は、ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様だ。何をやっとんじゃ、ベジータのやつは。違いますよ、それは父さんじゃなくて敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だとギニューと入れ替わったのは悟空。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けて、やつらのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してください。ハハハハハ。
け。よし、見ろ。こっちから行くやろ。バカにしろ。お前らもかよ。どうした貴様の力は。できたかな。もう終わりにしていいか。ビクームウルトラファイティング。おさあ、いいものやるよ。ターレスを止めて、新生樹の実を食べさせる気よ。どうした。
今そちらに行く。とりあえずこの場を何とかします。おい、一体何をやってるんだ。ギニュー隊長、すいません。先輩のスペッサンマイキングポーズに参加したんだぞ。それがそのではないぞ貴様。すいません。まさか隊長がボディチェンジされているとは思わなくて。あれはキュン、何度二人とも油断を殺すな。頼んだろ。お待たせしました。ギニュー、俺の体を返せ。返せと言われて返すバカがいるか。安心しろ、お前の体は強い。私が有意義に使ってやる。てめえ、うれしそうな顔してるけど味方なんだな。よし、あいつら俺たちに片付けちゃうぞ。この歴史の僕、まだ何もなかったんだ。あの、できれば一気に倒れるんじゃなくて、さっき来た彼の人は倒さないでほしいんですから。どこだ？おめえ、あいつと友達なんか？いや、そういうわけじゃ。くそ！今度こそ！
これだ。チャレンジ。もういかねえぞ。どうした貴様の。これまでの動き、一度は何とか撃退した相手だけど、ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、大量の霧エネルギーを受けて復活したミラは、さ、油断は禁物ということじゃな、ノート。はい、先ほどまんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トアの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。あなたも気をつけてね。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か、タレスのやつまた出てくるじゃろうな。またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとカッコ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は、あの二人が追っているうちはミラも早々あなたに手を。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ。ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれ心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。ふん、まあ頑張ってこい。甚だしいというやつですね。すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。フリーザはまだ気づいておらんが、ネイルはギタギタゼミをするつもりじゃ。今ゼッペがゴハンダのもとへドラゴンボールの合言葉を伝えに来ておるからぞ。だが今のパワーアップしたフリーザの相手を一人でなど人たまりもない。お前がね。それが最後の警告にしました。いい加減にドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。え、そろそろ俺が地球人を救うことだ。お前が死にたら合言葉を伝えにな。な、何？おのれー、ただの時間稼ぎだったのか。よし、そろそろいい時間じゃろう。君はターレスとスラックを探し出して。ちょっと待って、この手つまり、なんでドラゴンボールの手まで行ったの？なんでドラゴンボールたちのドラゴンボールを奪ってくれたのか。今から助けに来たのか。
どうすればいいんだ。しょうがないわね。一回戻ってらっしゃい。ああ、お前は何言ったこと言っとるんだ。非常事態だぞ。だからこそよ、おじいちゃんは黙ってしまうな。なんて野郎だ。最悪。おかえりなさ。こ、はい、じゃあこ。は？だから。な、そんなこと。私たちのし、ってわけだからよろしくね。この瞬間をドラゴンボールで永遠の命を手に入れればもうこっちのもんだ。新生児の身でパワーアップを繰り返せばいずれフリーザもミラも無論カカロットも敵じゃない。全宇宙が俺にひざまずくのだ。ドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前にもここで死んでもらおう。またお前か。しつこいやつだ。ここはどうだ。一時休戦というのは。まずはこいつを片付けるか。まあいいだろう。俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。これが暗黒魔界の力を取り込んで嘘を取り込んだ。いくまでもパワーが湧き上がってくるぞ。俺は無敵の力を手に入れたのだ。今の俺に勝てると思う。天と地ほどの差がある。お前たちなんかに負けるもんか。ドラゴンボールは絶対に渡さないぞ。どうか、仲間にしてやってもいいと思ってたんだが、所詮裏切り者のカカロットのガキ、連れて行こうとした俺が殻にもなく甘かった。ウルトラ何がおかしいんだ。からこんなに強大な力を手に入れてしまったのか。大宇宙の王の新たなる時代、実に喜ばしいことだ。こいつを片付けたら次はお前だ、ターレス。覚悟しておいて。はぐれ者同士仲良くするぞ。
お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもいいがな。ふっ、平常に俺たちは所詮相入れは戦力だ。ごめん、クリジンさん、大丈夫ですか。あ、なんとか。僕の戦いは危険すぎる。二人には離れてもらった方がええんじゃろう。ここは任せて、ドラゴンボールを持って離れろって。そんな、ごめん、俺たちがここにいるとかえって邪魔になる。そいつに任せた方が良さそうだ。あんたたちがないけど悪いな、追いに来るぜ。込み上げてきた、このどす黒い力は。あの仕業か。新戦士がまだ何か仕掛けてやがる。実験は成功したみたい。こやつめ、この女の子は横にいる戦士がキラー、パンフォーキラー、黒幕よ。命を削り限界をはるかに超える力を知らせ、わっこにどうなるの。勝てきます。お前は心配。俺が。いや。俺はターゲットたちの防衛を奪い、あなたはミラの相手を。頼みましたよ。どうか気をつけて。お待たせしました。今行きます。これは素晴らしいパワーだ。お待たせしました。加勢します。ミラ、あの人に任せておけば大丈夫です。こっちを先に戦ってましょう。どうした？最後の力は俺は。そうね、あなたはごはん。さっき空が、いやいや、実力が…外見だけで実力を判断するなという良い日本だな。ずっと変わ
せっかく苦労させてドラゴンボールで願いを叶えてもらったのに。すまなかった。とてもじゃねえか。俺たちを助けられそうもない。やっとしたね。地獄以上の恐怖を見せてあげる。真の力を見せたフリーザはただでさえ別格じゃというに、トアのやつめこっそり力を貸しとるな。もう少しで悟空が来るはずじゃからの、頑張って持ちこたえるんじゃぞ。貴様らにいいものを見せてやる。まさかお前勝つ自信があるというのか。まあな、大した自信だね、デイジすまない、まさかうちがまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、とどめか。そこまで進まなかった。あとはオラがなぜか。ちょっと気前でしょうか。まだしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。オラも少し分けてもらうぞ。残りをオラ。少しはマシな動きができるようだ。しては解散ぞ。やめろフリーザー。ゴーゴー。サンタラミラクルジャックが。怒ったぞ。フリーザー。うわっ。はい、正しい歴史の流れになってきたわ。悟空君に辛いかもしれない。さっさと地球を帰れ。ちょっとでも残ってるって。ほっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。もう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだ。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたのだ。穏やかな声を結果だ。
なんて野郎だ。サイヤ人のか。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は弟のようにはいかんぞ。どうなっとるんじゃ。さっきまでこんな奴はおらんかったはず。カーレスと比べて同じよ。人は今別の歴史から変わったんだわ。俺たちのプライドに泥を塗ったサイヤ人の猿、殴り殺しにしてやるぞ。こいつが鬼神のフルパワーだ。さあ始めようか。神が見えんだ。俺とも戦わなくても受けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。どうした。貴様の力はそんな。クー、首
とめそこにか。追ってください。フリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごい。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。ええ、トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵に、あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時まではな。